はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。じゃあ、今日もドクトーズランクバトルやっていきたいと思います。なるほど。なるほど。はいはいはい。スカタンク初手刺さってますね。で、まあ、セグレイブがなんやかんや辛いので、まあ、先に相手がテラスタル切ってくれれば、こちらが有利が取れるのと、ロトムがいなけりゃ地面の一貫性があるんで、キラフロールは入れといた方がいいかなと思ってるんですけど、どうですか？入れといた方がいいですね。で、ラス1、どっちか入れときたいなぁ、どっちか入れときたいなぁ、入れるならどっちにしようかなぁってなると、ドヒドイデの方になっちゃうのかなぁ。いやー、これちょっと守りに入っちゃいけない気がするなぁ。トリック多そうだしなぁ。攻めに転じます。ゲンガー行きます。今日は攻めの独統一行きましょうか。対戦よろしくお願いします。さあ、やってこ。ノックス、オッケー。いいですね。まあ、初手照らしたら切らないといけないんですけど。まあ、しゃあない。地震打ってくるのはもう見え見えなので、テラスタルは切らないといけなくて、まあ、竜舞してきたらラッキー以下様でいきましょう。もうテラスタル切るのは確定だわ。もうしゃあない。ここで切らねえと勝てねえもんな、言うて。ここでテラスタル切って、地震を受けて、イカ様で返して、って動きが理想。まあ、竜舞してくれるのが一番嬉しいんですけど、まあ、さすがにそんな悠長の舞してくるパターンはなかなかあった。あったわ。悠長の舞してくれたわ。スカタンクってなんかアタッカーのイメージないのかね。僕だ、独統一とか悪統一使ってる人だけなのか、多分。そういう。なんかアタッカーのイメージはどうなんだろう。一般的なスカタンクのイメージって何なんだろう。だから僕の中ではもうイカ様不意打ちがもうスカタンクのメインウェポンっていうイメージなんですけど、一般的にはどうなんだろうね。なんかよく挑発も打たれるんですよ、スカタンクって。あ、サーフ号っすか。サーフ号はテラスタル切られなければ、紙砕くで確定一発なんで大丈夫です。マジカルシャイン、直帰なんで耐えます。紙砕くか入ります。 HB じゃなければ確定一発。あー、 HB ですね、この子。ん？ HB だよね、多分。ちょっと待って、こういうのを調べなきゃ。ムズムズしちゃうから。紙砕く、かサーフ号 H252テラスタル切ります。ああ、違うわ。H252 で乱数一発だ。計算狂ってたわ。ここ、不意打ちでいっか。はい、決まってく。あれ、前見たときなんか、ああ、H2 振ってなかったんか、あの時の。H2 振ってなかったら確定一発なんですよ。あの時 H252 振ってなかったわ。あの時計算したときは。タギングルですか。エマラ相手テラスタル切ってないよね。ってことで、紙砕くで OK です。ドクドク。効果ナイス。いたずら心は、悪タイプに対して、変化技を打つと効果はありません。君がいたずら心なのは分かりました。スカタン君何もできないですね。対戦ありがとうございました。はい、では、第2試合目始めていきたいと思います。どう天然かな。あの銅がね、あの銅が天然じゃなければ銅でぶっ壊せるんだけど、このパーティー。あー、きついなー。モロバレルがきっついなぁ。これ初手ドラミドロでいいわ。で、銅入れて。じゃあこっちも受けてやるよ。対戦よろしくお願いします。
さあ受けループぶっ殺すぞ。巨人オッケー、オッケー。まあどうせラッキーに引いてくるんだろうな。気合玉打つわ。オッケー、ラッキーでしょ、ラッキーでしょ。オッケー、かかったな、バカめ、当てろ。オッケー。うれ、効かねえ。想像の倍効かん。危な、降参しねえよ。で、強磁音だったか。デンジャー打ってくるよな。ドヒドでいい。まあ、デンジャー打ってきそうだけどな。デンジャー打ってきそうだけど、まあドヒドの方がいいでしょう。捨てろか。オッケーオッケー、問題ない。で、突っ込んできてくんねえかな。突っ込んでこい、突っ込んでこい、突っ込んでこい、突っ込め、ドヒドイデに突っ込んでこい。あー引っ込めか、まあ、しゃあない。巨人音だったらどうに引くだけ。オッケーオッケー、巨人音なら引くだけなんで問題ない。食べ残しね、はいはい。さあまとわりつく見せちゃったからな。これで安易な居座りはなくなっちゃいましたね。どういきます。こっちが巨人王の対策してないと思うか。さああとは相手に、もろばれる天然銅がいないことを願うだけ。いや貯水銅で負けじゃん。ダメだ、天然にして。ダメだ、天然じゃないと勝てねえ。待って、うわ両方ありえるな。うわ貯水だったらやばい。呪い積みます。相手はこれゴーストテラスタル呪い巨人だったらめんどくさいんですよね。当選簿やんのかてめえこの野郎。やんのかてめえこの野郎。やったんぞこの野郎。そっちがその気だったらやったんぞこの野郎。逃げなくていいよ、もう逃げるつもりねえから。こっちとらも逃げるつもりねえから。裏がクレベースとかやったら勝ちやぞこっちの。なんやクレベースか。ラッキー、ラッキー、あ？ラッキー、なんでラッキー出したんだ。あー地球投げか。あれ地球投げ持ってる今作のラッキー。僕わかんない、今作のラッキー知らない。投げラッキー、お前アンコールとか持ってねえよな。ちょっと待って。なんかアンコールクソばらまかれてるから、ちょっと待って調べるわ、ごめん。30秒、 OK。 てめえアンコールもらったりとかしてねえよな。もらってねえわ。でも地球投げ持ってるわ。まあ、地球投げだったら呪い連打でよくない？オッケーオッケー、地球投げやったら全然オッケー、問題ない。50定数ダメージっしょ、問題ない。2回食らっても全回復できるから大丈夫、問題ない問題ない、関係ねえ。受けループがなんだ、銅で詰めば勝てるんだよ。関係ない関係ない、回復すりゃええだけやから問題ないっす。回復は間に合ってるんで大丈夫です。ひたすら積んでいくわ。
ほら止められんのがお。ほら引っ込めたな。誰が止めんだ？ラス1のポケモンか。バレちゃんはダメバレちゃんはダメなの。これクリアスモック持ってるやつじゃね。これクリアス、ギガドレ撃ってきた。あれクリスも持ってねえ。ん？クリアスモック持ってない。ん？一旦ド忘れするわ。これクリアスモック持ってねえの？ん？受けループのモロバレルってクリアスモック持たないの？キノコの報酬も持たないの？ん？どういうこと？まあ、一旦滝登りします。なんだこのモロバレル、わかんねえ。僕にはえ未知のモロバレルなんですけど、キノコの胞子打たない、クリアスモック打たない、なんだこのモロバレルは。えそもそも隠密マントってクリアスモック無効化できねえよな、さすがに。追加効果じゃないもんな。ん？いけんのか、わかんねえ。引っ込めた。ん？なんだそのモノバレル、わかんねえ。クリアスモック、クリアスモック、クリアスモック、いける。隠密マント、わかんねえ。一旦自己再生します。テラサル切ってきた。はいはい。どれが受けねえんだ。クリア。何された。もうなんかもう逃げられないっつってたな。いや別に当選棒、当選棒は問題ないよ。そうだよな、クリアスモックは追加効果でないよね。 OK。 いや呪いでいい。硬くなる関係ねえ硬くなる鉄壁は鉄壁は、いや問題ない。あと1回詰めるんでも問題はない。塩漬けも関係ない。 OKOK。 受けループがなんぼのもんじゃ。だいぶ楽になったな。剣立てのコールとかも受けループどうしよう、勝てねえじゃんって言ってたのに、なんとかなるもんだな。やっぱ積み技って便利だわやっぱ受けループに対しては積み技打てなきゃね。さあ滝登り打っていきましょう。硬くなるは天然なんで関係ないんで、ぶち込めます。硬くなるってないやね。まあ鉄壁でも関係ないんで、硬くなろうが鉄壁だろうが結局天然で、効果はなくなるんで問題はないんですけど、でも相手が飛行テラスタルになっちゃってるんでちょっとめんどくさいところはあるんですよね。ちょっとめんどくさいな。急所にぶち当ててもそこまで変わんねえしな。長期戦になるよ。
はい、対戦ありがとうございました。気持ちいい。受けループ相手に TOD かますの気持ちいい。